はい、おはようございます。よりよりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もね、皆様からご支援いただいたね、ジャーキー、またね、欲しいものリストからですね、送っていただいたものをご紹介したいなと思いますね。じゃあ先にですね、じゃあジャーキーいきますかね。先にね、すいません、結論言っときますね。グダグダ感満載のね、このね、もぐもぐタイムということでよろしくお願いします。はい、じゃあ、こちらからいきますかね。カミカミチキン砂肝、じゃあね、あと映ってるかな、これですね、カミカミチキン砂肝、これがですね、2袋とチキンガムモグ砂肝ハードね、そしてね、さつまいもということでね、ちょっとすいません、先に開けますね。でね、僕ね、今日若干ですよ、若干テンション低めです。その理由はですね、花粉症プラス PM2.5 ですね。じゃあこちら開けます。ありがとうございます。家臣がね、ギブス外れて初めてのもぐもぐタイムじゃないでしょうかね。家臣、こうアスカの方が当たってる。そう、近いな、近いわ。アスカ、そっち行ったら伝わらんて。はい、リキ君、アスカ来い。あらら、リキ取られた。アスカ、ちょっと待って、そこ行ったらつまらんて。ちょっと待って、アスカこっち座れ。どさくさに紛れて、あんた力あんた取られたやろね、歌詞に取られたやろ。ちょっと順番、はいはい、アスカ座れ。よし、アスカはだけ歌詞に取られたくないとね、向こうに行ってますけどね。はい、あ、カシンこっちか。アスカ違う、そっちじゃない。アスカこっち、そっちじゃない。もうそうなるんよ、もうぐちゃぐちゃになるんよね、ぐちゃぐちゃになるんよ。どっちが勝った？どっちが勝った？家臣が勝った。よし、今のうちに、はい、おい。だけ向こうに持って行って。ね、家臣はもう早いな、食うの。まあ、ジャーキーは飲み物ですみたいな感じになったよね。早いって。ね、こんな感じでですね、家臣もですね、驚くべき、まあ、回復力といった感じでね、4本足で立てております。ね、実はね、さっき散歩動画撮ったんですけど、まあ、どっちがね、まあ、先に配信されるかは分かりませんけれど、アスカ来い、アスカ来い。まあいいや、もうクロスしとるよ、クロス。よっしゃ、よっしゃ、食べ終わりましたね。これいきますかね、チキンガムモグ。あったと、今日ね、本当にPM2.5、花粉ね、もう本当に最悪でした。はい。はい。はい。いや、あんた、髪おる、ちゃんと。すごいよ。ちょっと角度ずらしましょう。こんな感じでね、力が入ってませんのでね。いや、すごいって、家臣は。間が持たんて。喋らない女子と同じぐらい間が持たんて。よし、力。はい。アスカ。
アスカ、あんたこの間病院行ったらなんか血が出とったってよ。先生が言ったよ、あら生理じゃないですかっつって、なんかねヒートとかって言ったよ、ヒートって。早いってよ、生後8ヶ月で。この小型犬だったらねあるみたいなんですけど、こういった中型犬で生後8ヶ月でね、あのヒートですよ、来るのはね珍しいって言ってましたね。はい、あんた田中実る？ヒートってあんた田中実る？元気あかる？いやいや、だけ詰まってるって家臣は。早く急いで食べ過ぎないよ。ミドル、行こう、ミドル。あんたミドル？あ、ちょ待てて、家臣は。あんた人一倍食べ過ぎないよ。よし、あともう一個ある。はい、力。はい、お次はさつまいもね、こちらをあげたいんですけれど、その前にちょっとメッセージ読まさせてください。クー様ね、いただいております、ありがとうございます。家臣力アスカよりよりさん、いつも動画拝見させていただいています。少しでも何かしたくて送らさせていただきました。家臣くん早く元気になってくださいね。よりよりさんも体に気をつけてということで、クーさんありがとうございますね。先ほどの砂肝とこちらのさつまいも、そしてね、あざす、ギフト券いただいております、ありがとうございます。非常に助かります。さつまいも開けます。こんな感じでね、さつまいもです。クックドゥドゥルドゥ。はい、アスカ座れ。はい、アスカもう完全にあれですね、家臣から狙われる、で向こうに持っていったら大丈夫みたいな感じをね、あの学習しましたね。いやー、それにしてもね、もう天気がね、まあ、天気というか、まあ、気候ですよ。やっとこう春らしくなったとでも言いますかね。まあ、寒暖差はねあるにしても、まあ、春をものすごく感じますよね。今なんかね、あのジャージでもちょうどいいぐらいですもん。はい、さつまいも。じゃあ次いきますか。次行ってみようということでね。じゃあ、こちらね、これはですね、すいません、九州の漁師よりよりさんということで、ありがとうございます、いただいております。本当に申し訳ない、ありがとうございます。この方はですね、あ、この方以前もいただいたと思いますね。ありがたい、大変ありがたいことにこちらね、いただいております、カフェラテゴールドブレンドね。これはね、どう見てもよりよりさんということで、ありがとうございます。そしてちょっと高額のねギフト券もいただいております、ありがとうございます。アスカが早く回復してまた元気に走り回りますようにということでね、親方を泣かせない程度にということで、うどん犬のファンさんいただいております、ありがとうございます。そしてアスカが切られてショックだったとのこと、ほっと一息つける品を送らせていただきます。配信を毎日楽しみにしています、ありがとうございますということで、以前にもいただきましたね、うどん犬のファンさんということで、ありがとうございます。特にありがとうございます。これをね、飲みながら動画の編集頑張りたいと思います。アスカ、あのこの間ですね、あのアスカね、こう 見えないかな、あの左の後ろ足のね、あのバッシー行きました。で
その時にですね、体重測ったんですけど、あ、ここでね、クイズですね。今現在、リキとアスカ、どっちが体重が重たいでしょう？考えてみてくださいね。後で答えを言います。忘れてなければ後で答えを言います。リキはね、もうこれ以上、まあおそらく増えることはないと思いますね。よっしゃ、じゃあ次いきますよね。こんな感じでね、いつもぶっつけ本番なんですよ。こちらはもうあれですね、カミカミチキン、こちらですね。これとさつまいも2袋です。ありがとうございます。あ、ボノボノさん、ありがとうございます。アスカちゃん、猟犬見習いデビューおめでとう。力より大きくなりそうだね。笑いということで、ボノボノさん、ありがとうございます。こちらいただいております。ね。じゃあ、食べますか。ね。アスカへということで来ておりますよ、アスカちゃん。ね。あのね、アスカはね、結構ね、期待できると思うんですよね。これぐらいね、まあおてんば、まあ男の子で言うとやんちゃですよね。それぐらいがね、ちょうどいいですよね、うん、やってくれると思うんでね、うん、非常に期待大ですね。今ね、こうやって家臣がね、山入れれないで、まあどうにかね、力とアスカね、うん、でイノシシを取れるようにね、今のうちね、しっかり一層ずついきたいなと思ってますね。よし、アスカ、はい、よし、はい、じゃあ答えいきますかね。リキがですね 12.8 キロで、アスカがですね12キロちょうどということでね、力のがちょっと重たい。ただ800グラムですので、もうほとんどね、もう誤差の範囲内みたいなも、うん、もうこれはね時間の問題かと思いますね。アスカの方がね大きくなると思うんですけど、実際どうなんですか？今生後7ヶ月、あ8ヶ月か、8ヶ月でですね、田中実ですよ、じゃないヒートですよね。っていうことを考えたときに、これね、すみません、ボロボロさん、ありがとうございます。いただきますね。ちょっと開けます。考えたときに、あと、どんだけ、ね、どんだけ大きくなるんですかっていう感じなんですよ。極端に大きくはならないと思うんですよね。はい、どうぞ。はい、あすか。あんまりもうな、さつまいも飽きた、もう。食べるんかい。ですのでね、どうだろう、アスカマックス14キロぐらいかなっていう勝手に予想してます。はい、どうぞ。この間ね、動画見てくださった方ね、いらっしゃると思うんですけど、ルルとかね、あとリンとかね、マリとかね、ああいったね子たちにもね、このジャーキー効果かなり出てますのでね、大変ありがたいですね。あ、ここでですね、なかなかね有害の動画ではね、動画にできない、要は配信できないことをね、家臣はそんな食べんでいいって、これここあるって、家臣は新品があるって、新品が、動画にはねできない、部分をね皆さんにご紹介したいと思いますね。イノシシがね、バーンとね鉄砲が鳴って取れましたと。取れた後のね行動ということでね、まず家臣
パーンとね、イノシシが取れました。家臣はね、倒れたイノシシ神に来ますね。で自分がねある程度ね満足したらもう神を終えるんですよ。で、イノシシがそのままだったらもうそれで終わりなんですけど、引き出すとねまた動き出すじゃないですか。そしたらねこうイノシシが、まあ、生き返ったと思うのかよくわかりませんね。またね行って神に行くような感じですので、リードでね繋いでおかないといけないと。それがまあ家臣ですね。でこれねリンも同じですね。取れたらね、リンもイノシシ神に行ってである程度噛んだらもうそれで満足みたいな感じで、イノシシを今度引き出すときにイノシシがね復活したと思うのかよくわかりませんね。ですけどまたね神に行くという感じですね。これがね家臣とリン。じゃあ、ルルとネネですね。ルルとネネはですね、1番からね、厳しく言われておりますね。イノシシを取れたらね、犬をね、離してくれと、まあ、繋いでくれと、要はね、ルルとネネを引き離してくれと。その理由はですね、喧嘩するからですね。まあ、いわゆる獲物の取り合いということでね、喧嘩をしだしますね。じゃあすいません、これから以降はですねよりよりさんということでありがとうございます。あーおっと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 、あこれですね、これブリーズライトビク拡張テープということでありがとうございます。これね、寝るときはもちろんなんですけど僕ね山に行くときもつけてますね。これつけるとまあ、鼻腔がね、まあ、広がるんでしょう。鼻の通りがね非常に良くなりますので本当に助かります。ありがとうございます。こちらはですね、はじめまして、よりより親方、いつも動画楽しく拝見しています。毎回親方のトーク大爆笑です。この時期辛いと思いますが無理せずお過ごしください。小猿さんね、ありがとうございますね。爆笑ですかね。何しようとかってお前たちはいつもそのパターン、もういつもそのパターン。ちょ待て、あ小猿さんありがとう、あ小猿さんじゃない小猿さんだ、ありがとうございます。ちょっと待て、ちょっとこれをやろうね。これやったらおとなしくなるやろ。アースカ座れ、アースカ座れ、はい。なんか面白い、今リキ面白かった今の。はい、あとねすいません、もう一点親方へということでいただいておりますね。あれこれ親方よりより名前ということで、こちらですね、高額ギフト券いただいております。ありがとうございます。こちらはですね、北九州の住民の安全と良犬の地位向上のため日々頑張っている親方さん、体ご自愛ください。応援してますということで、コウ22さんですね。ありがとうございます。ギフト券いただきました。ありがとうございます。非常に助かります。コウさんありがとうございます。いやーもうね、でもねあれですよ、頑張ってるのはね猟犬たちでね。力いりますか、いらん、いらん、もういらん、はいどうぞ、力いらん、いるんかい、よっしゃ、ね。で、あとこちらですね、これもすいません、九州の漁師よりよりさんへということでいただいております。もうね嬉しい限りです。僕はね今ね鼻水が出てます。こちらはですね、ああねもうねこれです。パブロンビエンアタック、何食べようとかって家臣は力の取ってから、こちらね
ありがとうございます。パブロンビエンアタック25。25はついてないけど。あ、これどなたからだろう。メッセージ入ってない。同じ方だと思います、小猿さんだと思います。すいません、この分メッセージ入ってないんですけれど、多分小猿さんだと思います。すいません、ありがとうございます。書いてますよね。朝夕2回で効き目が持続、液だれしにくい、長くとどまる、花粉による辛い鼻づまり、鼻水にということで、ステロイド入ってますからね。これかなり効くと思うんですよね。幹部でジェル化ね、非常に楽しみ。メントール配合でスッキリクール、わあ楽しみ、めっちゃしたいね。症状により1日1回から4回に増減ということでね、4回ぐらいまでね、やっていいということでね、助かりますね。あ、最大8分射、8分無ですねまで OK ということですので、いや、これ楽しみ。ね。おい。ただね、ステロイド入りなんで、まあ、使用上の注意が書いてあるんですけれど、これはね、期待できますね。ありがとうございます。小猿さん、ありがとうございます。こら、こら、こら、お前ら何しようとかって、もうそのパターンっていつも。もう、あんたたち子供やね、ほんと。なんかこうね、ご飯食べたら暴れるくんみたいな感じになっとるけど。はい。はい。食べる？もうこれいらん、力は。もうそういうスローモーションはいいよ、もう。はい。で、すいません。今日はなんか、親方デーみたいな感じになってしまってるんですけど、超すごいのいただきました。じゃんと。これね、すいません。送り状がね、ベターっと貼ってあったので、こんな感じなんですけど、これキーボードです。キーボードって言っても、音楽のキーボードではありません。ね、パソコンのキーボードです。そして、そのね、セットの、パームレストっていうやつですね。これはですね、キーボードの下に置くね、手首を置くようなやつですね。あとこちら、マウスパッド、ありがとうございます。ね、非常にありがたい。こちらですね、お名前はね、伏せておいてくださいっていうことなんですけれど、本当は誕生日プレゼントとしてお送りするつもりでしたが、最近親方がナーバスになっておられるので早めに送りました。少しは気分が上がるかな。いつも応援しています。名前は伏せてねということでいただいております。超気分上々ですなんかそんな歌ありましたよね。気分上々です。すいません、ありがとうございます。いやー、これね、ずっと欲しかったんですよ。で、これって、ロジクールっていうね、メーカーなんですけれど、メカニカルのキーボードっていうことで、ちょっとね、深いタッチなんですよ。僕、普段ね、ノートパソコンで、まあ、打ってるんですけれど、ノートパソコンって、浅いんですよ。ですのでね、こう、結構ね、誤字が多いんですよね。だけど、こういった、メカニカルキーボードの場合って深いんですよ。で、打弦音が非常にいいんですよね。この、まあ、開封動画、まあ、いつかね、皆さんにご紹介したいなと思うんですけど、このね、打弦音がね、いいっていうのがね、またこう気持ちいいんですよ、打ってて。で、これはですね、リニアっていうことで赤軸なんですよね。パソコンに興味ない方はすいません。何言ってるかさっぱりわかんないと思うんですけど、赤軸、茶軸、青軸っていうのがあって、赤軸が一番静音性が高いんですよ。っていうのが、僕は家族が寝静まってる間に、結構こうやってパソコンを打つことが多いんですよ。まあ、要はね、動画の編集することが多いんですけど、ですのでね、まあ、少しでもね、打鍵音がね、小さい方がいいというところからね、赤軸したがいいなと思ってたんですけど、ね、この赤軸いただきましてありがとうございます。で、このね、手を置くところ、ね、パームレストとね、先ほども言いましたけれど、マウス置きということで、ありがとうございます。このね、ロジクールっていうのは非常にいいメーカーで、僕もね、今現在、マウス、ロジクールのね、マウス使ってるんですけれど、これ非常にね、これまた手にフィットしてですね、大きいんですけどね、
すごく使いやすくて、いいメーカーなんで、皆さんもね、パソコンされる方ね、ぜひロジクールおすすめしたいなと思います。本当にありがとうございます。あとちょっと残ってますけど、いきますか。はい、どうぞ。宮脇ひろ、取り来い。ああ、ほら食べられた。あすか。だいぶお腹いっぱいになってきたことありますな。はい、ということでね、今回ね、皆さんにご支援いただいた商品ご紹介と、あとね、ジャーキーね、与えました。で、最後すいません、お礼と、あとちょっと宣伝ね、させていただきたいんですけれど、まずお礼の方ですね。ヤフーショッピングとかですね、楽天市場で、お買い物していただいている方ね、いつもありがとうございます。こちらにですね、ちゃんとね、届いておりますね。で、わずかね、まあ、数十円、数百円なんですけれど、ちりつもっていうやつでね、月にしてね、まとまって、非常に助かっております。ですのでね、引き続きすいません、うちのね、バナー経由でですね、皆さんね、購入していただいて、で、皆さんはですね、購入額は同じですので、そのバナーから入ってね、購入していただくことで、数円から数十円、場合によってはね、数百円ね、こちらに入るというね、まあ、アフィリエントリンクっていうんですけどね、そういうシステムになっておりますので、ぜひね、よろしくお願いします。今後ともね、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。で、次は宣伝ですね。こちらですね。こちらね、猟犬たちと九州の猟師、イノシシハンターということで、プロの漫画家、ね、佐藤大二さんという方がいらっしゃるんですけれど、その方にですね、イラスト描いてもらったんですけど、そのね、ステッカー、出来上がりました。なかなかね、特徴をつかんでるような感じでね、すごく似てますよね。で、これですね、山口屋亭のサイトで、販売しておりますので、ぜひね、皆さん、ご購入の方よろしくお願いします。丸バージョンと、長方形バージョンということで、2種類ありますので、ぜひ、ね、よろしくお願いします。で、まあ、この佐藤大さんってどういう方かというと、茨城県ね、出身の方で、で、今現在ね、熊本の方に、まあ、移住してるっていう感じですね。で、まあ、せっかくなんでいりますか。ね。で、まあ、田舎暮らしをしながら、まあ、漫画をね、描いてるっていう感じです。で、まあ、ご自身のですね、まあ、移住の経験から、それを題材としたですね、漫画をね、書いてるんですけれど、Amazon でですね、第1巻に限ってなんですけれど、無料でね、見ることができます。ですので、Amazon でですね、佐藤大二さんということで、検索していただいて、佐藤はですね、まあ、佐賀県の佐にね、富士ですね、佐藤さん。で、カタカナで大二とね、検索してもらえれば、無料でね、漫画読めますので、それをね、ぜひね、皆さん読んでいただいて、続きはですね、見たいよっていう方は、ぜひね、ご購入していただければと思います。で、まあ、田舎暮らしっていうことで、まあ、狩猟免許もね、取られて、で、ご本人はですね、保護犬を飼ってらっしゃって、その保護犬をですね、どうにか猟犬にということで、日々奮闘されているようです。まあ、僕なりにですね、まあ、いろいろね、まあ、アドバイスもさせてもらって、っていうふうな感じですね。はい。で、ね、まあ、その方はですね、まあ、田舎暮らし、ご自身の、まあ、体験をもとに、まあ、漫画をね、まあ、描いているんですけれど、ね、こういったそのね、僕も家臣と力と飛鳥がいますのでね、猟犬のネタたくさんありますのでね、佐藤ね、大院さんはもちろんなんですけれど、漫画とかね、そういうのを描いてらっしゃる方でね、この動画をね、ご覧になっている方、猟犬ネタいっぱいあります。ネタ提供します。家臣とかね、力とか飛鳥とかね、登場人物で出てこなくてもいいですね。ご自身のですね、好きな猟犬でもいいんですけれど、猟犬ネタいっぱいあります。提供できます。
監修としてですね、ご協力できると思いますのでね、そういったのにね、興味がある方というかね、書いてみたいよという方はね、メールお待ちしておりますね。はい、ということでいつもね楽しい時間皆様のおかげで過ごすことができましたね、これからですね家臣はリハビリね一生懸命頑張ってもらって、力と飛鳥はですね、ほらうるさいね、力と飛鳥はですね、山ね頑張ってね、イノシシ取れるようにね、成長してもらえればと思います。ということでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。